0号じゃないこれ。KY0 って書いてある。しかもあれは俺のトラック。はいどうもこんばんは、ラムノットです。今回はケンタッキールート0実況続きやっていきます。報告なんですけども、こちらの動画シリーズがですね、1本目から2本目にかけての再生数の落ちが、半端ないので、アクト1はクリアまで実況動画を出していきたいんですけども、その先、ちょっと打ち切りにしようかなと考えてます。ただ、見てくれてる方も実際いるとは思うんで、ぜひそういう方は、積極的にいいね評価とコメント残していっていただけると分かりやすいので、ぜひよろしくお願いします。その様子を見て今後考えていきたいなと思います。ちなみに前回は、石油じゃなくて炭鉱の場所が北東にあると。なんとかビル沿いって言ってたよね。で、もう一個博物館。博物館にどうやらガソリンスタンドおじさんのね、ジョセフの作品があるとか言ってたんでね、先に博物館に向かってみようかな。博物館ってどこだっけ？あ、この下あたりか。かなり遠回りしてきてしまった。多分炭鉱はこの辺にあるはずなんだけどな。博物館の中のアーカイブって言ってたよね。ガラスの間を越えたあたり。ガラスの間、あった。さあ、ここは一緒ですね。廊下に向かって歩く。ガラスの間。ここじゃなくて、多分あれですね。ガラスのドアを通り抜ける。うん。廊下の奥の方まで届く光はほとんどない。壁を触ってみる。うん。いや、これらは完全に滑らかではない。一つの壁は他よりもペタペタしていて、まるで熱によって少し液体が出ているようだ。コンウェイがそっと押すとドアが開いた。ファイリングキャビネットの列が壁に沿って並ぶ。部屋は途切れ途切れにつく蛍光灯で照らされている。最初のキャビネットを開ける。コンウェイは最初のキャビネットを開ける。キャビネットのラベルにはこう書かれている。考察失敗。中にはいくつかの記事や CD-ROM、写真、そしてパンチカードが含まれていた。それぞれが大きな黄色の封筒に入れられ、こんなラベルが貼ってある。9、ラベル2010、ポータル、ブレガ1986、ボンドメディカル、セーデルストレーム2007、ザ・ポストマンズ・チョイス、ボーティエ、1967。次のキャビネットを開けてみよう。キャビネットのラベルにはこう書かれている。寛容、孤独。中にはいくつかの記事や CD-ROM。こんなラベルが貼ってある。カラミティ・アニー、アンスロピー2008。カート・ライフ、ホフマイヤー2011。毎日ブライス2012。The Sea Will Claim Everything ですね。カイラッツェ2012。うん、次のキャビネットを上げてみよう。三つ目のキャビネットは、記憶、後悔。こんなラベルが貼ってある。Everything I do is art, but nothing I do makes any difference. Part 2 or How I learned to stop worrying and love the gallery. めちゃくちゃタイトル長いけど。アートがどんだけ好きかっていう本ですね。うん。ライリー、2006年、デジタル、アラブストーリー、ラブ、ラディエイター、ポラリス、ヤング、ブレイス、コパス、ザ・キャット&ザ・クープ。うん、それらしいのはないですね。ジョセフのを探したい。ラベルにはこう書かれている。悲哀、ゼロサム。ゼロのところだけやっぱ出てるな、なんか、もやもやが。中にはいくつかの記事や、こんなラベルが貼ってある。サイベリア、ソカル、プリズナーズ・ジレンマ。英語発音はシベリアじゃなくてサイベリアですね。ザ・ウォーキング・デッド、テルテイル。あのゲームじゃない。If I Had my way, I'd tear the building down. Wheat tree. あ、これじゃないか。これだよね。ウィートツリーがどうのって言ってたもんね。これだ。数百枚の紙がこの原稿の中に一緒に閉じてある。これはどうやらなんというかぎこちなく英語に近いコードで書かれたビデオゲームらしい。ページをめくるうちにコンウェイはこれは3人のキャラクターが出てくるストーリーだと理解した。ジョセフ、ドナルド、それにルーラー。何か悲劇的な三角関係のような話だがもっと複雑だと。ある種の込み入った痛ましく凹んだ愛の多角関係なのだと。ラベルにはこう書かれている。一緒ですね。戻ってきた。なるほど。ドナルドとルーラっていうのがこれから出てくるってことかな。さあ、これで博物館は終わりですね。じゃあ炭鉱に向かって行ってみよう。北東のグレートビルだった？基本的にこれサブクエストって言っても、やっぱり、あれですね。この世界観を補強する、補完する形の。ちなみにここはハーディビル。入り口ランプ。やっぱここが炭鉱なんですね。鉱山。ハーディビル。ここだ。ここが05に繋がってる？アクト1。シーン5。エルクフォーンバレー。エルクフォーン。これは本当にあるところかな？おお、なかなか激しそう。ホーマー。コンウェイはホーマーの帽子についた泥を払う。調子はどうだい、ホーマー。うん。あの女の人が05の入り口ランプはここって言ったのは間違いなのかな？おい、帽子に何かついてるぞ。帽子に何がついてるんだ。リゼットの花壇をまた掘ってたのか。途中どこかでくっつけてきたのか。うん。こうして出かけるのが好きなんだな、お前は。それで道中変な泥を見つけるのも。上に上がっていってみようか。なんかモヤモヤしてるよね。入り口？アクト1、シーン6。エルクフォーン鉱山。あ、誰かいる。シャノンが耳に当てた大きなハンディタイプの携帯電話機に向かって話してる。シャノン、ここにいたのか。あれ、シャノンに変わった？ 2 週間につき200ドル。2週間につき200ドルだって。聞き取れない。聞き取れない話をつなげるの難しい。でも彼が単に鍵を変えたりしないって信用できるかしら。うん、それはありがたいけど、でも。了解、明日また話す。大好きよ。結婚してる。好きな人がいる。彼氏がいる。シャノンは電話を切ってしまい込む。出会ってしまった。見知らぬ人。すみません、お嬢さん。俺、今、シャノンプレイしてるんだ。明かりがついてるのが見えたもんで、入り口ランプを探してて。あなたは幽霊を信じる？まあ、なんというか、どこか場所が呪われてるっていうんなら、それはあり得ると思うよ。うん、そういう意味じゃなくて。まあ、そうだな。幽霊みたいに振る舞う人たちに何人か会ったこともある。そこにいるけど、どこか別の場所にいるような。私もそう。え、そう？じゃあ、それがここに来た理由？そうよ。じゃあきっとかなり大事な場所なんだな。なんだかんだ言って正しい場所に着いたのかもしれない。こういうわけなんだ。リゼットのアンティークって店のために配達の運転をしていて、その仕事を終わらせようとしてる。鉱山に何か配達しに来たの？どんな品物運んでるのか気になる。アンティーク。いいもんだよね。リゼットは目利きなんだ。それでもちっとも儲かってないけど。何しろひっきりなしの不景気だろう。誰もが古い持ち物を安く売り払って誰も買う人はいない。ドッグウッド通り5番地に配達があるんだけど、今までそんな住所は見たことがないんだ。それで聞いたところによると、0号ってハイウェイを通らなきゃいけないらしい。それでウィーバー・マルケスという名の女性に会ってこっちの方に行くよう言われたってわけなんだ。高速の入り口ランプとしては珍しい場所だけど、どの道、これまでの道のりはそんな感じだったし。なんて？ウィーバー・マルケス。彼女とは知り合い？じゃあ彼女に会ったのね、今夜。ウィーバーは知ってるわ。彼女は私のいとこだった。過去形だな。いとこなの。私はシャノン・マルケス。ああ、なるほど。君がテレビを修理するっていう人か。彼女が教えたの。もちろんそうよね。ウィーバーは嘘をつかないわ。一度私たちが小さかった時、彼女は私にお父さんがひどい事故に遭ったと言ったの。押しつぶされた金属が周り中にあって、その反響を私たちはこの家で長い間聞き続けることになるって。私は動転して泣いていたら、父さんがそこへ帰ってきて、ジャンクヤードに行って手作りの風鈴にするために金属くずを集めたんですって。私は怒ったけど、彼女はジョークじゃなかったと言って嘘でもなかったって。当時はなぞなぞパズルのつもりかと思った。でもビーバーはパズルじゃない。彼女はミステリーよ。じゃあシャノン、君はここで一体何を？私も今夜さっきウィーバーと話した。それが彼女が私に話しかけたというか。時には彼女は聞いてるんじゃないかと思う。ビーバーは私にかつてのエルクホーン鉱山に来るように言ったの。私が何かずっと探してたものを見つけるから。コンウェイのこと。ウィーバーとはどこで会ったの？私の作業場で急に現れたの。彼女とはあれから会ってなかった。ずいぶん長い間。ここであなたが現れたのは悪いことじゃない。正直一人で降りていくのは避けたいもの。あなたの犬はここで待つべきかも。犬が行くべき場所じゃない。ここは閉山した鉱山。中はかなり深く入り組んでる。もし私たちが入って降りていって入り口ランプだかなんだかを見つけようとするなら、方向を見失わないようにしないといつの間にか逆向きになりたくない。伝導率や周波数音、そういったものを測る道具は持ってきた。何か進んでいく方向に信号を送って行き先にどんなトポロジーが待っているのか見つけ出す方法があるかもしれない。トポロジーってのは？トポロジーっていうのはね、繋がっている空間を分析する科学。繋がっている空間ね。この曲がりくねった行動の迷路がどう組み合わさってるのか。現実的なものじゃない何かも見えてきそうだね。ついていけばいいのかな？ホーマー待っといてくれ。ホーマーついてきちゃダメだ。ノーワークノーツモロー。うん。PA。あ、スピーカーがついてる。それは鉱山の校内放送システムにつながってるみたい。まだ機能すると思う？うん。調べるには方法は一つ。よし、試しにやってみて。マイクに向かって。あー、誰かいますか？ここはどのくらいの大きさですか？誰かいますか？何もなしか。あー、電源がついてないのね。そうか、この古い鉱山がまだ活発だった頃も電気を供給し続けるのは難しかった。送風機やライトをつけておくのに炭鉱作業員たちはお金を払わなきゃいけなかった。信じられる？炭鉱スクリップっていうプラスチックのトークンでお給料は配布されてた。それで送風機を少しの間つけて空気をきれいにしたかったら、そう、トークンを入れなきゃいけなかった。私の両親はここで働いてた。ウィーバーの両親も多くの人たちの親がここで働いてたってことね。うん。それじゃあひとまず鉱山に入ってみて何があるか見てみよう。あまり安全そうな鉱山ではない。うん。できたらその前にいくつかの値を測定しておきたい。地下の中が今はどんな感じなのかわからないし、長年の季節的変化や地震性の変動で全く様子が違っているかも。私はそれを知らずに入るのはごめんだし、あなたもそうするべきじゃない。校内放送システムのために電気を他のところで開放すればいいんじゃないかな。何もかも制限されてるから、あなたはランプをここに置いて、私は天井のライトのプラグを抜いてくるわ。コンウェイはポケットの中にある小銭をいじる。あ、自分のお金で電気をつけて回すってことね。なるほど。ここは紳士的に行こう。こっちの方のスピーカーでパチパチ音がしたわ。電源ついてるでしょ？何かマウスピースに向かって話してみて。OK、聞こえる。トンネルがどれだけ深いか見極めるためにエコーの遅れを測定する必要がある。マウスピースに向かって何か適当に音を立ててみて。マウスピースをトントンと叩く。ちゃんとエコーしてる。コインをこすり、低い声でマウスピースにハミングする。口笛を吹く。うわ、遅れは長いわ。この辺のトンネルは深いみたい。ものによっては陥没して近くの洞窟を一体化したのもあるんじゃないかな。よし、スペクトラムアナライザーをセットアップしたから、マウスピースに向かって何でもいいから行ってみて。そうしたら坑道のトンネルがどのくらいの狭さか。どのくらい狭いかわかるはず。恥ずかしがらずに単に何でも思いついたことを言って何かお話をしてくれてもいいし、それか今日は朝食に何を食べた？じゃあ、昔屋根を修理する仕事をしてたことがある。おお、めっちゃ音楽。教会の屋根を直したこともあった。大規模なプロジェクトだったが、できそうな仕事だった。でも激しい雷雨にあって、泥道も遅かった。よし、わかった。トンネルはかなり狭苦しいよ。低い天井だから、あなたは少しかかんで歩くことになるわよ。まあ、きっと慣れてるだろうけど。テストをもう一つ。空気が呼吸可能なのか、薄すぎるのか、それとも濃すぎるのか調べなくちゃ。マウスピースのすぐ近くで息をしてみて。トンネル内の空気とあなたの息の共鳴を測定するからリラックスして。自然に呼吸するように。そんなのでわかんの？コンウェイは呼吸し、道のことを考える。コンウェイは呼吸し、その日の初めのことを考える。かなりいい感じの測定値が出てる。これで大丈夫だと思うけど、もうちょっと続けて。温かい食事を思い浮かべる。呼吸し、リラックスしたところで、轟き渡る反響と崩れた岩が彼を飲み。嘘でしょ？アクト1、シーン7。大丈夫なの？うわ、大丈夫。なんてこと？足が挟まって動けない。くそ、あなたのこと引っ張り出してみせる。ここから出なきゃ。さて、どこか怪我したみたい。その足に体重をかけることはできる？大丈夫だよ。ちょっと立ってみて。そーっと、私ここにいるからね。くそ、心配しないで、私支えるから。その足はかなりひどそうね。こっち来てトロッコにあなたを乗せましょう。よし、できた。さて、電源が入るかどうか見てみよう。新しいところに来た。がっつり座ってるな。まあいいか、多少ラッキーではあるわよね。このトロッコに乗れば補助出口から出られるはず。出口が存在する場合多分あると思う。入り口ランプはどうなる？とにかくまず出口を見つけて、それから何をすべきか考えましょう。それが最優先。よし、コントロールパネルはそっち側にある。先に進みましょう。あ、これ乗っていくの？めっちゃ楽しいやん。うわぁ。んと電動だ。ずっとまっすぐ行けばいいのかな。でも電気を消したりできる理由は何だろう。何か見えないものが見えるから。怖くなってきた。どこまで行けるんだろう。メトロやりたくなってきた。電車だい。俺はああ、ここに来ちゃった。信じがたいかもしれないけど、私も信じられないから。この分岐した部分は全て私が昔聞いたところでは水面下だって話だった。それは安全なの？あ、本当だ、船がある。多分ね、やっと排水したみたい。それか自然に水が流れ出ていったのか。水はかなりの速さで押し寄せてきて、多くの人々が坑道に閉じ込められた。その後どうなったかは部分的にしか、遺族のために。不適切な部分は削除されたからわかるでしょ。大きな会社がしそうなことは。でも噂もあったわ。閉じ込められた坑夫たちは電力が制限されていたからポンプを稼働できなくてライトを全部消したんだって。でもそれでも足りなかったって。だからその時は真っ暗だったらしい。彼らが、ここで誰か近しい人を失ったんだね。私たちみんな誰かしら失った。全員じゃないけど、でもほとんどの人が。今となっては過ぎたこと。見て、この古い転車台はまだ配線されてる。制御装置はダメだけど、もし水での損傷がひどすぎなければ、私の信号発生器を使ってレールの方向を切り替えられる。それともこのトンネルをこのまま進み続けることもできるけど。転車台の周りにかかっているガラクタは全て会社の売店のもの。ただのガラクタ、わかるでしょ。甲府はそれを買ってこの場を飾ったの。それか、目印だったのかな。この中にいるとどっちがどっちだかわかりづらいでしょ。全てが薄暗くて灰色で。シャノンは信号発生器から2本のクリップ付きリード線を転車台の電気パネルに接続する。私たちが乗ってるレールは動物の骨とボートの間だから、すると、おーっと。ビリビリしてるな。振り子と棺桶、コウモリの餌箱とかかし、どっちも、なかなかだけど、棺桶の方行ってみるか。おー、なるほどね。うわ、これはかっこええ。ほんとだ、奥に棺桶が見える。振り子だ。進んでみよう。これもしかしてだから全部の方向を探索しに行けるってこと？もしかしたらそうかもしれないな。でもうまくいけばこれがゼロ号につながってる可能性もある。テープっぽい。テープは巻かれたままだが電気に植えた埃だらけのオープンリール式テープレコーダーがレール下にしまってある。再生はできないのか。あれ、行き止まりだな。戻るか。じゃあ、多分一番最初のが動物の骨とボートだよね。ボートが見える。コウモリの餌箱とかかし。さあ、進んでみるか。あ、しかもこれ、今思ったけど、これ右に進むだけじゃないね。左にも行けるってことですよね。さっきのところで試してないな。壊れたトラック。シャノン、この辺のレールは全て壊れてる。トロッコはこれ以上先に進めない。そのトンネルの先に何があるのかしら。ダメだね。じゃあこのまま反対側行ってみよう。スピーカーめっちゃついてんな。そう、そのまま行くんだ。きっと何かあるはず。お、どんどん地下に行くぞ。行き止まりだ。今の聞こえた？ググモった轟音みたいな。この音か。地上に近いってことかな。そうね、高速道路みたい。聞こえる。なんで突然採掘を終了したのかしら。パイプか何かにぶつかったのかもしれない。なるほど。この感じだとやっぱりもう一個の棺桶の方も左側見てみよう。割といろいろありそうだね。さあここから振り子と棺桶。さあこっち側行ってみよう。影の動き方というかね、このゲーム本当に光源のシステム、光の使い方が本当に大好き。うわー、広いところに来た。なんだここ。しかも降りられそう。上に上がれる舞台。くそ、ほとんど丸まま残ってる。ぶち壊されたかと思ってたのに。この場所は何？基本的には録音スタジオというか、まあ急ごしらえで作ったものだけど、鉱山がまだ創業していた頃、フォーク音楽のアーキビストが数人来て、甲府の歌を録音した。学者風で浮世離れしたタイプの人たち。甲府たちは誰も彼らとあまり話さなかったって。それで彼らは周りの端にいて観察してメモを取って、時たま誰かが昼休みを取っている間にマイクに向かって歌うよう頼んだりした。それから電力会社がプロジェクトに何かしら関心を持ったらしく、そのアーキビストたちに、炭鉱スクリップを渡して、甲府たちの歌に対してトークンを支払うようにした。アーキビストの目的は何だったと思う？データかな？イントネーションの比較や主題、言葉遣いとか。ほら、音楽を聴くときには誰も考えない細かいディテールすべて。うん。学者、そういうところに長けてるのよ。ここから出ましょう。こっち側？あ、もう行けないんだ。なるほどね。でも結局やっぱりその電力会社に繋がってくるんだな。この街を牛耳ってる電力会社っていうのが。さあとなるとこのまま元のところを進んでいく感じになるかな。動物の骨とボート。よし。ボートの先はでも水がありそうだけどな。あ、上に上がっていく。これはでも地上に出れるかな。どうなるんだろう。こっちは長いな。お、光だ。出口だ。ああ、助かった。よかった。行こう。この辺の見渡すのは、見回りはしたもんね。いいわ。ただ、あのトンネルのレールが壊れてた部分、私はそこを見てから行きたい。ここで待っていてくれるんならもう一度見回してくる。わかった、いいよ。ここで待ってる。壊れた部分。他何か調べられた？うわあ、あった。この先降りていけたってこと？いや、こういう流れになってるんだ。うわ、めちゃくちゃ綺麗だな。なんだこれ。ヘルメット？めっちゃ揺らめいてる。あれ？コンラッド。おったて小屋。あれでも結局戻ってきただけだよね。狭い掘ったて小屋の中には木の棚が並んでいる。埃だらけのリールテープとノートが部屋を満たしており、天井のそばにある窓を通して月の光がかすかにそれらを照らす。部屋の中心にある小さな机の上には3冊のノートがある。赤いノートには J マルケス、緑のものには R マルケス、青いノートには何も書いてない。赤から順番に見ていくか。コンラッドじゃなくてコンウェイだった。あ、戻ってきたよ。あ、来た来た来た。中のページはまとまりのないメモで埋まっていて、水平に書かれた部分もあれば余白に垂直に書かれたものもあった。数ページはもう少し均一に書かれており、季節や歌詞またはハーモニー、採掘量などと相関させた表に分けられていた。緑。中のページにはそれぞれ繊細な木炭画が描かれていた。ほとんどはいかつい顔の肖像画だった。ノートの半ば近くには炭鉱夫のヘルメットをかぶった若い女の子を描いた絵もいくつかある。彼女は鉱山のトロッコのレール近くで遊び、針金を集めている。絵の一つの中ではまた別の女の子がそばに座り、熱心に本を読んでる。コンウェイは青いノートを開く。そのノートはギリシャ語と不可解な数式でいっぱいだった。ノートの最後の方には一見。お、そうだ、こんなところもあったわね。ここにあるノートにはマルケスと書いてあるけど、君の両親がアーキビストだったの？違うわ。アーキビストだったのはウィーバーの両親。私の両親は鉱山で働いていた。足の具合は？歩けるけど、痛いな。そうだ、多分助けになる。痛み止めを持ってる。セキュリティシステムを設置している時に手首をひねっちゃって友達がくれたの。でも運転は私がした方がいいと思う。結構強い薬だから。そうだな、それが一番かもしれない。心配しないで、生まれつき運転はうまいから。0号、引かれちゃうよね。まだ俺は0号に行かなくちゃ。まあ言ったでしょう。ウィーバーは嘘をつかない。彼女が入り口ランプはこことあなたに言ったのなら、この辺りで騒がすべきなんだわ。それかあなたがちゃんと注意を払って聞いていなくて、彼女が言ったことは正確には違ったのかも。ウィーバーには先の私の作業場であったの。北の方にあるノリンコの近くで。ワックスとピオニアが交差するあたり、釣り餌屋の裏。聞くからに華やかでしょう。いいご時世よね。場所はわかってる。彼女はそこにいるか、もしくは農場の母屋にいる。どっちに先に行きたいか教えて。なるほど。送ってってくれるんだ。この一マークはホーマー。ホーマー、この人はシャノンって言うんだ。はじめまして、ホーマー。バッグの中にドライバナナがあるんだけど欲しい？ここにいるあなたの友達を守ってあげてね。そうしたらもっとあるわよ。シャノン優しい。この1マークかな。でも炭鉱の向きが逆になってるよね。それは偶然？ただ反対かな。リゼットのアンティーク。じゃあこれがあなたのトラック？これが俺のトラックだ。出かける時間になった。さあ、となると、先にじゃあ、農場行ってみようか。アクト1シーン8。でも前回戻ってきた時はいなかったからね。マルケス農場。よし。ああ、この坂を俺は登るのか、なかなかきついよ。まあでもさすがにシャノンにおんぶとかはね。俺もおっさんだし。ちょっと夜明けなのかな。だいぶ明るくいい感じになってる。どうしたんだ。あ、手伝ってくれるんだね。うわ、シャノン優しい。だって初めて会ったおっさんをだよ。ここまで介抱してくれる。墓地。ここの話も聞けるかもしれないな。実はここには誰も埋められてない。飾りだけ。ああ、なるほど。鉱山で死んだからか。それか何かアートだったのか知らないけど。じゃあ墓石に書いてる名前は？ノバコフスキー・パディア。私は知らない名前。以前ここに住んでいた人たちからこの土地を家族が買った時にはすでに家が建ってたの。それか何か別に象徴的な意味があるのか。なるほど。その墓碑を見てよ、マルケス。私の両親かと昔は思ったけど今はわからない。なかなか難しいな。ここからは俺一人で。なんかちょっと版画チックで、デザインがめちゃくちゃいい。ドアが勝手に開くんだよな。誰もいないな。シャノン。テレビ直してもらえるんじゃないか？じゃあ彼女はここにいたの？それはうなずける。ここはウィーバーが両親と住んでいた場所だから。相当な額の借金をしてこの家を建てた。あなたは借金ある？何人かの人に謝らなきゃいけない。担保があったことないんだ。これだね。それはそれでいいやり方かもね。私の両親はそんな風だった。会社の売店が手段を見つけるまでは、父さんの場合は、送風機や空気清浄機を稼働させるためのトークンで、母さんの場合はカナリアだった。同じ問題に対して2つの異なる解決法だけど、随分違って聞こえるわよね。ウィーバーもかなりの借金があった。すべて学費。彼女はどうやって返したの？返さなかった。彼女は収入がなかったし、誰もなかった。最終的にはウィーバーは数学の能力を赤字の家計簿をつけるのに使い、どれだけ家族の状況が絶望的かはっきり理解したんだと思う。それで彼女はいなくなった夜中に。どこかに運転していったみたい。朝みんなが起きた時には車がなかったそう。それっきり。そうだね、俺が来た時も車はあったもんな。今夜まではね。うん。ここに来て彼女と話すようにある人に言われたんだ。そう。彼女と最近話したのは私たち2人だけじゃないってことね。まあ、それはあまりお目にかかれるものじゃない。その古いテレビはね、それこそアンティークと呼ぶべき代物、これですね。昔似たような型のものを仕事場で持ってたことがあるけど、家賃を払うために売らざるを得なかった。これまでで一番辛い決断だった。ねえ、開けてみてもいい？ダイヤルは腐食されてるようだし、画面も光が漏れてるみたい。いいでしょう、リゼットさんだったら、これだけの品を壊れたままにしてはおかない。ありがとう。またテレビが見られる。ああ、やっぱりブラウン管がダメになってる。どこか湿地か洞窟か何かにあったみたい。苔が生えてるのもある。大丈夫。私のバッグの中にいくつかスペアがあるから。ほら、これは古いパソコンモニターから取り出したやつ。少し再調整が必要なだけで。よし、これでいいか。何か見えるようになったはずだけど、何か見えない。もう少し左？まったく。接点が汚れてるみたい。お客さんには内緒だからね。古い真空管を唾で掃除してるってことは。よし、これを南北方向に回せば、それで。おっと？あれ？納屋が消えた。あ、0号じゃないこれ。KY0 って書いてある。しかもあれは俺のトラック。どうなってる？うわー、ここで。なるほど。さあ、というわけでですね。アクト1は、ここまでということで、今回の動画はここまでにしておきたいと思います。ですね、アクト2以降、今のところ、動画として投稿するか未定です。このシリーズをですね、楽しみに待ってくださっている方いらっしゃいましたら、ぜひコメントをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。